福島森の息吹作成会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。で今日はこう拝見しましてですね、通常講演会をやると男性の出席率は 10% ぐらいなんだそうですが、半数近くの方にご参加いただきました。よく書き方で間違えがちなのがキャノン、発音はキャノンなんですけども、書き方は実はキヤが大きいんですね。キヤノンと書いてキャノンと言います。これカメラ今日早速皆さん使っていただきます。でデジタルカメラ、今日は一眼レフというカメラを使っていただくんですけれども、難しいなと思われるかもしれませんが、シャッターを押すだけで撮れますので、ね、簡単に使えます。皆さんそれぞれ近いところにこう寄っていただいて、はいはい、この方がいいわでもよろしいですし、はい、はい、ぜひぜひ、はい、手挙げて大体こう散らばるまとまるまで、はい、お願いします。大玉丸のカセットが来たんです。震災でここのフォレストパークにずっと避難してたんですよ。3ヶ月か3月の28日から6月の30日まで、ずっとこの辺を全部散歩したんですけど、南下したけども今日また改めて来てもう全然まだ患者が違ってましたね。楽しかったですよ、本当に、ありがとうございます。こんな一眼レフなんて持ったことないからできないのかなと思ったら結構楽しく撮ってきました。でフォレストパークのこの周辺こんな綺麗な森あるなんて知らなかった。だからすっごい楽しい一日でした。本当にありがとうございます。